皆さんこんにちは。歌とダンス、そして演技やバラエティ番組で活躍し、いつまでも女性の憧れで居続けるジャニーズアイドルたち。今回は全ジャニーズの中から子役で活躍していたジャニーズ11選をご紹介します。1. キンキキッズの堂本剛さん。奈良県出身の剛さんは大阪の劇団アカデミーに所属していました。1987年から活動しているので、2023年現在でいうと35年の経歴にもなるようです。当時は堂本直弘という芸名を使っていました。小学5年生の頃に学業に専念したいとの理由で劇団アカデミーを退団しているのですが、たった4年の活動期間中に12本のドラマ、1本の映画、5本の舞台、その他バラエティにも出演されていたほど大活躍だったようです。共演歴を見ても北島三郎さんのお名前が出てきたり、ダウンタウンの浜田さんの幼少期を演じたりとニックネームが並んでいました。芸能活動から身を引いたはずが、ひょんなことからたった1年で芸能界復帰をすることになるのです。ことの発端は6歳年上のお姉さんが光源氏のファンだったこと。剛さんの知らぬ間に勝手にジャニーズ事務所に履歴書を送っていたのです。ただ普通の人ならここで落ちていたかもしれませんよね。剛さんはなぜか光源氏のコンサートに招待されることになりました。そこで偶然にも同性の光一さんと出会い、今のKinKiKidsに至るというわけです。 2. トラビスジャパンの川島のエルさん。2022年10月にトラビスジャパンとして世界デビューを果たした川島のエルさん、なんとデビュー時の年齢が27歳11ヶ月とジャニーズで最高齢のデビューだったんです。活動開始が遅かったのかと思いきや、川島さんは早い段階でジャズダンスを始めたり、8歳の頃には IDE カンパニーという事務所に所属しダンスユニットを組むなどして活動されていました。また一音落とすものはされという厳しい教訓がある劇団四季のミュージカルにも出演、ライオンキングのヤングシンバ役として107回の舞台に上がっている実力者なのです。相当な覚悟がないと成し得ない回数ですよね。中学に入った頃に少年隊のプレイゾーンの映像を見てカルチャーショックを受け、ジャニーズのオーディションに参加されています。そこからデビューまで15年諦めずに努力されたようです。ちなみにジャニーズで初めて国家資格である宅地建物取引士を取得したり、数々の留学を経て英語も堪能。2017年には小山学院大学を卒業されているそうです。 3. A グループの佐野雅也さん。佐野雅也さんは2019年に関西ジャニーズジュニア6人で結成された A グループの最年少メンバーです。佐野さんは5歳上のお兄さんがいて、お兄さんの影響で小学2年生からミュージカルスクールに入っていたそうです。そして劇団四季のミュージカルに数本出演されています。2011年9月から2012年6月まではサウンドオブミュージックのクルド役、2012年10月から2014年3月まではライオンキングのヤングシンバ役を務めました。当時の劇団四季オーディションの倍率はなんと50倍だったと言われています。中学2年生の時にお兄さんの友人が出演されていた堂本光一さん主演のエンドレスショックを感激し、こんなミュージカルをしたいと憧れを抱いたそう。それを知ったお母さんがジャニーズ事務所に履歴書を送ったのがきっかけで2016年に入所されました。 A グループではドラムを担当、さらに作曲もしているんです。中学では吹奏楽部でサックスを担当、高校では声楽科がある高校に進学、大学は作曲科を専攻と常に音楽に満ち溢れた人生を送られています。ご自宅には楽器部屋があるそうで、そのお部屋が一番落ち着くんだとか。2023年現在まだ CD デビューはしていませんが、十分準備ができていると思うので今後に期待です。 4. 平成ジャンプの有岡大貴さん。平成ジャンプのムードメーカー有吉大貴さん、ドラマ、バラエティともに見ていて安心感がありますね。それは長年積み上げたキャリアと自信があるからと言われているようです。有岡さんは幼少期からジュネス企画という事務所で芸能活動をしていました。2000年7月に初めてのドラマ出演をされていて、その後も数々の有名作品に出演。2001年1月には片岡鶴太郎さん主演の連続時代劇八丁堀の7人2
同年8月には金子昇さん主演の百獣戦隊ガオレンジャーに出演されています。幼少期から元スマップの香取慎吾さんに憧れており、2003年自ら履歴書をジャニーズ事務所に送り見事合格、事務所移籍となりました。香取さんも有岡さんも明るく好青年なイメージがありますね。憧れの香取さんにしっかりと近づいているように思います。5. 平成ジャンプの山田涼介さん。平成ジャンプの絶対的エースである山田涼介さんは幼少期から雑誌の読者モデルをされていたそうです。未就園児特有のぽっちゃり感やあどけなさがたっぷりで可愛いお子さんだったようです。山田さんがジャニーズに入所したきっかけは、新規キッズが大好きだったお母さんとお姉さんが勝手にジャニーズ事務所に履歴書を送ったことだそう。2004年当時山田さんは11歳、サッカーが大好きでプロ選手を目指して湘南ベルファーレのジュニアユースに所属していました。2020年、ご本人がこう話しています。当時はサッカー選手を夢見ていたので嫌でしたけど、サッカーのピンバッジ買ってあげるよという言葉につられてオーディションに行って気づいたら合格していました。ただ今は天職だと思っているとのこと。そのまま読者モデルを続けていたとしても、サッカー選手になっていたとしても、この美貌ですから一目置かれる存在になっていたことは間違いないでしょう。6. スノーマンの岩本照さん。2020年1月に華々しくデビューを飾ったスノーマン、そのリーダーであり美しい肉体美を持つ岩本照さんですが、幼少期は志田愛菜ちゃんや寺田心くんといった有名な子役を輩出しているジョビーキッズに在籍していたそうです。その時の芸名は岩本照でした。初見の方はキラを光ると読むことができないのでひらがなにしていたのではと言われています。岩本さんは6歳からダンスを始め、小学3年生の頃にはもうすでに大人と同じクラスで踊っていたそうです。最初はお母さんに連れられ仕方なく通っていたダンスですが、そんなある日マイケル・ジャクソンの存在を知りダンスにどんどんのめり込んでいきました。踊りを仕事にしたいと考えた岩本さんは自らジャニーズ事務所に履歴書を送ります。晴れて2006年10月に13歳でジャニーズ事務所に入所が決まり、14年かけて現在のスノーマンとしてデビューすることができました。グループのダンス振り付けを担当したり、本当に踊りを仕事にすることができていて素晴らしいです。7. ゴーゴーキッズの羽村仁成。2022年5月に結成が発表されたジャニーズジュニア、8人からなるグループ、ゴーゴーキッズのメンバーである羽村仁成さん。彼はもともと渡辺エンターテインメントに所属し、2013年頃から子役として様々なドラマに出演するなど活躍されていました。2015年に放送されたドラマ、お兄ちゃん、ガチャ。でたくさんのジャニーズアイドルたちと共演をすることになるのですが、主役を演じたキングプリンスの岸優太さんやスノーマンの深澤辰哉さんの優しさとかっこよさに惹かれジャニーズに憧れを持つようになったそう。その後2019年7月にめでたくジャニーズ事務所に入所。入所後も小さな頃から培ってきた演技力を武器に様々なドラマに出演されています。ちなみに羽村さんが入所した際のオーディション採用者の多くは芸能界経験者だったとか、即戦力を探していた頃だったのでしょうか。最近では話題となっている綾瀬はるかさん主演の映画に重要人物として出演されており、ジャニーズジュニアとして注目されています。グループとしてのデビューまたは俳優として突き詰めていくのか今後が楽しみです。8. 生田斗真さん。生田斗真さんが芸能界デビューをしたきっかけは母がスマップの大ファンだったことでした。息子をジャニーズ事務所に入れればスマップに会えるのではないかという考えだったそうです。子役時代の写真を見てみるとまだあどけなくてとっても可愛いです。生田斗真さんが子役デビューをしたのは朝ドラアグリ。このドラマには子役時代の三浦春馬さんら有名俳優が出演していました。アグリは1997年に放送された朝ドラで、実家の経済的困窮を救うために15歳で資産家の息子英介に嫁いだ美容師アグリの半世紀を描いた作品です。アグリと英介の長男望月潤之介の幼少期を生田斗真さんが演じていました。また生田斗真さんの子役時代といえば天才テレビくんですね。ウエンツ瑛士さんと生田斗真さんがストロベリーパフェトイズバンドを組みCD デビューも果たしています。生田斗真さんは現在歌うイメージが全くないので驚いた方も多いでしょう。2人と同期には大沢あかねさんら有名人も多くいたそうで、テンテレの黄金期なんて言われています。生田斗真さんがジャニーズ事務所に所属しながらどのグループにも所属していないというのは
異例のことですね。当初は嵐のメンバーに選ばれる予定との噂もありましたが、結局声がかからずにジャニーズ所属の俳優として単独で活躍していくことになります。順風満帆に見えた芸能活動ですが、14歳の時に嵐が結成されて大きなショックを受けたそうです。デビューできないまま高校に進み、忙しいタレントは欠席も多い中、生田斗真さんは毎日出席していたといいます。その後、進路に迷っていた高校3年生の時に劇団新幹線の舞台に出演し、俳優としての転機を迎えます。ジュニア時代に至って踊っていたことや、ミスがあったら臨機応変にカバーすることが舞台で生かされたと話していました。 QHiHiJets の橋本涼さん、橋本涼さんが子役として斉藤さん2に出演したのは2013年でした。ジャニーズに入所したのが2009年なので、斉藤さん2出演当時の橋本涼の事務所はジャニーズ事務所ということになります。橋本さんはずっとジャニーズ事務所だったのかというと、実はジャニーズ入所以前に斉藤さんにも出演していました。斉藤さんは2008年放送のドラマで、橋本さんはまだジャニーズに入所していません。橋本さんはジャニーズに入所するまではアミューズに所属していました。アミューズといえば上野樹里さんや宅健人さんなどが所属しています。橋本涼さんは子役やキッズモデルとしてアミューズに所属していましたが、ジャニーズに憧れていたことがきっかけでオーディションを受けました。ドラマ出演以前にもキッズモデルなどをこなしていた橋本さんは芸歴では立派なベテランです。天然キャラでそう感じさせないところが素敵だと言われています。橋本さんが子役になったきっかけは何だったのでしょうか。ジャニーズ入所のきっかけについては本人が語っているので判明しています。ですがアミューズに所属したきっかけや理由については明かされていません。ジャニーズ入所のきっかけとなったエピソードの中で、意味もわからずうんと言ったと橋本さんは話していました。まだ8歳なので当然ですね。橋本さんがミューズに所属したのはそれよりもっと小さい頃です。スカウトされたのか親が応募したのか、どちらにしても橋本さん本人は覚えてないかもしれません。子役として活躍されていた頃は数々のドラマ出演とキッズモデル、ヘアカタログのモデルもして大忙しだったようです。デビュー前にもかかわらず単独コンサートを行うなど勢いのある HiHiJets ですので、デビューも近いかもしれませんね。10滝沢秀明さん、中学1年の時にオスカープロモーションに入り、当時の本名だった指田秀明名義で子役モデルとして活動していました。その後母親の再婚により滝沢姓に改姓しています。熱心なファンの方の情報によると、滝沢さんは中学1年生の時ローティーン向けファッション雑誌ピチレモンに登場されていたようです。姉が堂本光一さんのファンだったことに影響され、自らジャニーズ事務所に履歴書を送り、中学2年だった1995年4月23日にジャニーズ事務所に入所。同期生は今井翼さん、やら智之さんなどでした。ジャニーズジュニアとして活動を開始してからは今井さんと共に高い人気を得ました。入所した年にテレビドラマ木曜の怪談でいきなり主演を務めます。子役として何かに出演していたという情報は得られませんでしたが、入所前からの芸能界経験が生かされての抜擢だったのかもしれません。11山下智久さん、ジャニーズに入る前はオスカープロモーションで子役として活動されていました。1996年に公開されたオムニバス映画心霊のサーファーの死に出演しています。海水浴に来た小学生の役でしっかりセリフもありました。さらにタモリクラブの大人気コーナー空耳アワーの VTR に出ていたという噂もあります。山下さんは小学生の頃、元タッキー&翼の滝沢秀明さんの主演ドラマを見てジャニーズへ転職を決意しました。入所後は憧れの滝沢さんと二人一組になって、先輩のバックダンサーとして地方公演を一緒に回っていました。移動や宿泊はもちろん、生活に至る全てのことを滝沢さんから教わったため足を向けて寝れませんと振り返っています。さらに偶然にもその滝沢さんもジャニーズ入所前、同じオスカープロモーションに在籍していた過去があり、
互いに共通点を感じていたようです。山下智久さんと滝沢秀明さんは運命の赤い糸でつながっていたとファンの間では有名なようです。いかがでしたか？多くのジャニーズアイドルが子役として活動されていました。劇団四季出身者がいるのには特に驚きでした。子役の頃の経験とジャニーズとして身につけた能力が合わさって現在の輝かしい活躍ができているようですね。現在のジャニーズ事務所には子役として活躍している子どもたちがオーディションを受けに来ることが多いようです。これからのジャニーズアイドルたちはより経験値の高いハイスペックなアイドルになるかもしれません。これからも続々とデビューしていくことでしょう。ますます目が離せないジャニーズたち、イケメンたちの活躍に期待です。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。